大村崎センターは、本館、森林科学館、生態観察施設、ビバリウム、長坂の3つの施設からなり、館内では、1年を通じて、大村崎の生態を観察することができます。秋麗幼虫です。これからさなぎになる場所を探します。以前に、この幼虫を手に持ったことがあります。非常に柔らかくて可愛いです。その時の感触が今でも忘れません。まだ夢中でエノキの葉を食べています。時々画面が揺れるのは近くを人が歩くためです。サナギは葉の裏側に固定されます。手で軽く押さえてみると、ご覧のように体を震わせます。これは外敵から身を守るためです。オオムラサキは幼虫の時はエノキの葉を食べて育ちます。成虫になるとクヌギの樹液を吸います。よくスズメバチやカブトムシと一緒に食事をします。しかしここではメロンを与えています。メロンは発酵すると蝶にとっては大変おいしいようです。今、羽を広げたのがオスです。オスの表羽は大変きれいです。メスは少し茶系色で、オスより一回り大きくなります。
興奮をよくご覧ください。羽化した直後は2本です。パイプを輪切りにしたような形です。これが1本になります。よく見るとパイプを貼り合わせた様子がお分かりでしょうか。この成虫はオスです。約30分ほど前に羽化しました。残念ながら私は見られませんでした。これから体の中の不要なものを排泄して羽の乾くのを待ちます。今11時23分頃です。1時半頃には飛び立つでしょうか。待つことにしましょう。まもなく1時半になります。サナギよりはだいぶ高い場所に移動して、さあこれから旅立ちです。無事羽化できてよかったね。